こんにちは。ペンネームを変えました、聖一と申します。よろしくお願いします。今日はですね、前回注文していました、書院が入りましたので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。まだ来たばかりで、今から箱を開けますので、もうこういう感じですね。来てます。ここで、火消し名人ということで、これを取りましたのでですね、試しにですね、どういうのかちょっと出してみたいと思います。今開けてますので、どうにか開いたみたいですね。ですね、ちょっとガムテープが頑丈に、やっぱ、一応はスプレー缶ですけど、してあります。これですね。そちらから見て、すいません、こうですかね。火消し名人ということでですね。これはもう家庭用のですね、台所に置けるタイプで、このスプレー式でこう、さっと消せるタイプをちょっと取ってみました。大きいのもあるんですけど、こういう感じで、特に天ぷら火災とかですね、そういう時に快適ということで書いております。一部屋に一本ということでですね、あれば非常に、火事とか、火事というかですね、普通、火災報知器が鳴った後とかはすぐに役に立つと思います。これでちょっと値段の方がですね、ちょっと見てみますね。値段の価格表も来てますので、だいたい3000ぐらいだったと思いますね。ですね、これは、ちょっとマシないね。すいません。メガネを外して、ちょっと詳細を見ます。一応ですね、これで書いてあるところで言えば、これはもちろん日本製ですね。日本製の方が、この、合格書というのがですね、ここについてますので、日本消防検定、協会の鑑定の合格書ですね。これは日本製ということになっています。で、製造者の品質保証期間の終了年月日ですね。これは大事になるかと思いますけど、2016年の12月ですね。12月。一応、食べ物と一緒で、ここがやっぱ大事になるかと思います。これを使えないということじゃないんですけど、ここまでは2016年の12月まで保証するということですね。今、2014年ですから、2年以上はありますのでですね。やはり長期間そのまま置いてると錆びついたりなんか品質が落ちますから、このぐらいで新しいのにですね、変えてもらったが一番いいかと思います。ですね、一応これが、1本が3000円ぐらいだと思います。すいません、値段がちょっとはっきり今言えませんけどですね。で、これは、消火対象としてはですね、これは今書いてあるのところでは、天ぷら鍋の火災、ストーブの火災、くずかごの火災、クッションの火災、カーテンの火災等ですから、もうこれでほとんど全部使えるタイプになります。ですね、これは、すぐそばじゃなくてですね、火元から 1.5 メーターぐらい前後離して使えますからですね、大体はですね、これよりもっとこう、店とか置いてあるですね、消火器が、あればもっといいんですけど、年齢の高い方とかそういう方はちょっと使い方が、難しい場合もありますから、これだったらですね、ここを開けてこう押すだけですから、これが、非常に役立つと思います。できたらですね、一部屋に一本という、ことじゃなくて、台所にですね、一本はぜひ欲しいというところで、火消し名人ということで紹介させてもらいました。一応ちょっと私も試しに撮ってみました。国産ということで合格、こういう鑑定のとこが撮ってますので安心してですね、使えると思います。一応、この、先ほども言いましたように、いつまで使えるか、保証期間はですね、やっぱ大事になります。
とやっぱここに書いてありますね。ここに書いてあるのがわからないときは一応ほとんどそこにはもう全部書いてありますから、まあこれで2年間以上大丈夫ですから、まあ年間で3000円前後ですからね、非常に1本あったらぜひですね、置いとかれてください。まあ今本当火事が多いですからね。まあそういうことで今回はこの火消し名人を紹介させていただきました。